宇野美佐子は日本の歌手、女優、YouTuber。Abex に所属する男女混合パフォーマンスグループトリ AAA のメンバー。ソロとしても活動をしている。東京都出身。血液型は O 型。身長160センチメートル。食事、健康、美容に関する生活の公認。ファスティングカウンセラーとしても活動している。 1986年7月16日東京都杉並区に教師である母と北海道小樽市出身の父の次女として生まれる。10歳上の兄と8歳上の姉がいる。宇のの姉がアンアヤコという名前で、それにちなみ、ジアヤコと名付けられる。厳しい家庭教育を受けていた。小、中、高までは白百合学園に通う。大学は中退している。 3歳の頃、ケ視の趣味の影響を受け、西洋音楽やダンスに触れている。幼い頃は自分に自信がなく、人前に出るのが苦手だったが、小学2年生から読書感想文やダンスなど表現することに積極的になる。マイケル・ジャクソンのファンになり、英語にも興味を持ち、翻訳付きの英語漫画を繰り返し読んでいた。小学5年生の夏休みに、 世界各国の子供が集まるドイツのサマーキャンプに参加。小学6年生の頃、アサヤンオーディションに合格した鈴木アミを見て芸能人に憧れオーディションを受けるが不合格。学生生活に戻る。中学3年生の時、イギリスに1ヶ月半留学、ホームステイする。イギリスを留学先に選んだ理由の一つは本場のミュージカル、キャッツを見るため。 さすが本場、さすがプロ。言葉はわからなくても感動をくれると感銘を受ける。中学生の頃からいくつかオーディションを受ける。高校1年生になり、友達に夏休みの記念にと勧められ、ABEX オーディション2002に応募する。エバーシンス、セ c ワード、ナンバーワン、ノスタルジアなどのパフォーマンスを披露する。最終選考ではボーカル部門で a にランク5位になり、 合格を果たす。以後、a ッ e x アーティストアカデミーでレッスンを受ける。両親の助言で3年間の厳しいレッスンと学業を両立させた。2003年5月、スイーツのオーディション最終候補メンバーから落選。レッスンを受け始めて1年後、後のトリプル a の男性メンバーと合流。2年目に、スタッフからトリプル a 結成に誘われる。 ハリウッドデビュー映画、ジュオンパンデミックプレミアショーにて2005年7月放送の富士テレビドラマ、スローダンスのサウンドトラックにゲストボーカルとして参加。同年9月14日にトリプル A シングル、ブラッドオンファイアの女性リードボーカルとしてデビュー、雑誌やラジオ、テレビなど各方面で活動を始める。末吉修太、伊藤千秋、あた慎次郎と共に、彼らの海、A と センチメンタルジャーニーマイナスでテレビドラマ初出演。なお、反戦題材とした舞台、シアター・オブ・トリプル、A ・エイ・ボの手でヒロインのアカネ役を演じた。2006年、ハリウッド映画、ジュオン・パンデミックに女子高生、みゆ役で出演。プロデューサーの市野瀬隆茂は、英語力と演技力があって、キュートな子が、なかなかいなくて、諦めかけていた時に出会ったと述べている。 演技で英語の発音が良すぎたため、アメリカンスクールに通う日本人らしくないと指摘され、取り直しとなる。ソロデビュー曲となった主題歌、エンド・オブ・ディズ・ウェイでは、英語史の作詞も担当した。また、日本で公開された際、自らの役の日本語吹き替えを担当した。2007年10月、ダンスを題材とした2008年度上半期の NHK 連続テレビ小説。 瞳で主人公の親友、遠藤恵子役を務める。その後、AX 創立20周年記念ショートドラマ、乙女に参加した。2009年1月、日高光景とともに、東京オリンピックパラリンピック招致イベント、東京ムーブアップトークスペシャルに歌手代表として出演する。この頃、精神的に疲れ、かつ、運動神経の悪化につながり、 ライブ会場や生活の中でよく転びそうになる。2010年2月、初フォトブック、うのが発売され、私生活や、初水着の写真などを披露。5月、公開された、小崎雅也の初監督映画、ランデブー。では、女優を目指す、主人公、谷山めぐる役として、初の主演を果たす。10月、ミュージカル、現地物語、大黒巻ソングス僕は、 十二単に高予するに出演。女優活動と並行し、トリプル a としても NHK 紅白歌合戦に初出演する。しかしミュージックビデオ、会いたい理由の撮影中に、ストレス性の急性腸炎を発症し、短期間で激しく痩せる。2011年1月、舞台、銀河英雄伝説第一小銀河帝国編に出演。主婦と生活者の女性向け雑誌。 ジュノンでファッションや料理、旅行機、仕事などに関する連載を始める。デビュー6年目となる頃、トリプル a にて今後の方向性としてバラエティ番組の進出を目指す。10月、総理大臣官邸にて日越有高音楽祭感謝状授与式に出席し、感謝状を授与される。また、連続テレビ小説、梅ちゃん先生でキャバレーの歌手、矢吹あかねを演じた。 2012年8月、末吉修太と共に、セブンアイホールディングス・キッズ・ダンスフェスティバルゲスト審査員に就任。10月、プル a のメンバーと共に東京ガールズコレクションに出演。2013年1月、フジテレビ系 GTO 正月スペシャル。冬休みも熱血授業だにキャバクラ条約で出演する。また、連続ドラマ、 東京トイボックスで、初めてヒロイン、合ホシノを演じる。2015年7月、29歳、バースデーイベント、ミート、ミートミサコに、日本酵素、水素医療美容学会、公認ファスティングカウンセラーの資格取得を報告した。9月、ベジタリアン雑誌、ベギーより、ファスティングやライフスタイルに関する連載を始める。10月、スパイシーチョコレートの活つきから、 コラボボーカルの提案を受け、恋愛や結婚、家族を題材とした恥とのコラボ曲、あなたと明日もフィーチャリング恥&、宇野美さ子を公開。2016年10月、全日本空手道連盟、東京オリンピック2020年正式種目決定を、祝う会、AAA のアンバサダー認定式にて、アンバサダー認定状を受領した。2017年4月30日、 札幌コレクション2017で行われた、札幌コレクションボーカルオーディション2017でゲスト、審査員を務めた。2018年2月14日、ファーストシングル、どうして恋してこんなが発売され、ソロデビューを果たす。2019年7月17日、ファーストアルバム、ハニーストーリーズ発売。8月から全国ツアーを行った。 2019年12月25日サードソロツアー、うの美さ子ライブハウスツアー2020スイートハグの開催を発表。しかし新型コロナウイルスの影響で開催を延期。2020年自身の誕生日である7月16日に、うの美さ子ライブハウスツアー2020スイートハグの代替公演となるホールツアーを2021年1月29日より開催することを発表。 同年11月6日には、ファーストミニアルバム、スイートハグを2021年1月6日に、リリースすることを発表。新型コロナウイルスで中止となった、ライブハウスツアーの代替公演となる、宇野美佐子ライブツアー2021スイートハグはこの、ミニアルバムを引っ下げて回ることを発表した。映像作品コラボレーションシングル、AAA のメンバーとしての出演は、AAA。 出演を参照。ソロでの出演のみ記載。テレビドラマバラエティ情報番組。ありがとうございます。